リノギャング、あるいは、リノ兄弟ギャング、ジャクソン盗賊団は、南北戦争中から戦後にかけて、アメリカ合衆国中西部で活動した犯罪組織である。活動期間は短かったが、アメリカ合衆国の犯罪史において平時に起こった列車強盗のうち最初の3件は、リノギャングによるものだった。彼らが強奪した金品の大部分は未だ発見されていない。1868年、リノギャングのメンバー10名が暴徒化した自警団によるリンチにさらされ、その結果として組織は消滅した。殺人事件はカナダ及びイギリスを巻き込んだ外交問題となり、大衆の混乱を引き起こした上、国際的に新聞報道されることとなった。リンチを行った自警団員のうち、個人が特定された者や起訴を受けた者はいなかった。リノギャングは何度か映画の題材にもなっており、1956年の優しく愛してでは、エルヴィス・プレスリーがクリントを演じている。フランク・リノ・ジョン・リノ・J・ウィルキソン・リノが後に、境界州となるケンタッキー州、ソルトリバー地方からインディアナ州に移住したのは1813年のことだった。1835年にはジュリアン・フレイ・ヘイファーと結婚。後にギャングを結成するフランクことフランクリン、ジョン、シムことシミオン、ビルことウィリアムの兄弟はいずれもインディアナ州ジャクソン郡、ロックフォードにて生を受けた。彼らのほか、リノ家の子供としては、息子の正直、クリントことクリントン、娘のラウラがあった。ジョンが1879年に記した自伝によれば、当時兄弟たちは厳しいしつけを受けており、リノ家は厳格なメソジスト派の農家であったため、日曜日には1日中聖書を読まされていたという。兄弟のうち、クリントとラウラは後の犯罪活動に関与しなかった。この頃から、リノ兄弟は問題を引き起こしていた。ジョンは、フランクと共に、トランプのイカサマで旅行者から金を巻き上げていたと主張している。また、ロックフォード周辺で1851年から7年間続いた連続不審火に関して、リノ兄弟らが疑われたこともある。その他、馬泥棒の疑いもかけられていた。住民らとの対立と緊張が深まる中、ウィルキンソンと4人の息子たちは町を一時的に離れ、1860年までミズーリ州セントルイスに暮らしていた。間もなくして戦争が始まると、兄弟らは町から逃れるために陸軍に志願することとなる。南北戦争の勃発後、フランクとジョン、おそらくはシムも入隊を果たし、いわゆるバウンティジャンパーとなった。彼らは北軍にて入隊後の報奨金を受け取ると間もなく、勤務中行方不明となった。その後も名前と志願地を変えて何度も入隊を繰り返し、さらなる報奨金を受け取ろうと試みた。連邦政府には彼ら3人が脱走した旨の記録が残されている。当時、インディアナ州南部の住民にはアメリカ連合国に共感的なもの、あるいは南北政府の和平を望む北部民主党支持者が多かった。リノ兄弟もこうした政治的価値観のもと活動していたのか、あるいは単純に情勢を利用していただけなのかは定かでない。ビルも無断離隊を犯しているが、後に勤務に復帰し、兄弟の中で唯一名誉除隊を遂げている。1864年、ロックフォードに戻ったフランクとジョンはギャング団の組織に着手した。シムとビルもここで一味に加わっている。同年末、フランクと他2人のギャング、すなわちグラント・ウィルソン、単にディクソンと呼ばれていた男の3人は、インディアナ州、ジョーンズビルにて郵便局及びギルバートの店を襲撃して、金品を強奪した。彼らは逮捕されたが、保釈金を支払い釈放されている。ウィルソンは一味に対し不利な証言を行うことに同意したものの、証言前に殺害され、その後フランクは、無罪判決を勝ち取った。リノギャングはアメリカ合衆国における最初の無法者一味だった。彼らは数年間にわたって中西部で悪名を轟かせ、彼らを模倣したギャング団も多数結成された。これにより、以後数十年にわたり列車強盗が多発することとなる。終戦後に新たなメンバーを複数迎えたリのギャングの犯罪活動は、ジャクソン郡における旅行者殺害から始まり、近隣郡における商人及び集落への襲撃行為にも手を染めてゆく。彼らは、最初の列車強盗を計画するにあたり、当時重要なハブ駅があったシーモアを標的と定めた。1866年10月6日夕方、ジョン・リの、シム・リの、フランクス・パークスの3人が、シーモア車両基地を出発したオハイオ・ミシシッピ鉄道の列車に乗り込んだ。彼らは荷物車に侵入し、警備員を拘束した上でおよそ$16,000相当の金品を納めていた金庫を破った。そして他のギャングメンバーが待っている場所に近づくと、3人は金庫を走行中の列車から落としたのである。2つ目の金庫を破ることには失敗し、地元自警団が近づいてきたことに気づいたギャングは退散した。その後、乗客の一人だったジョージ・キニーが証言を申し出、3人の実行犯のうち2人が特定された。結局3人とも逮捕されたが、直後に保釈されている。その後キニーが射殺されたため、他の乗客らは全員が証言を拒否し、事件に関連した起訴は全て取り下げられることとなった。しかし、ギャングが盗んだ金品は、アダムスエクスプレスカンパニーによる保証対象とされており、同社がピンカートン探偵社に調査及び追跡を依頼したことが、ギャング没落のきっかけとなった。1867年11月17日、ミズーリ州デイビース郡ギャラティンにあるデイビース郡裁判所が襲撃された。この事件の犯人として、ジョン・リノが特定され、ピンカートン所属の探偵によって逮捕された。1868年、ミズーリ州刑務所での懲役25年が宣告された。1878年2月に釈放され、1886年にはシーモアへと戻るが、直後に紙幣偽造のため再び逮捕され、3年の懲役が言い渡された。しかし、ジョンが逮捕されても、リのギャングの活動は続いた。1868年2月から3月にかけては、アイオワ州にて3件の強盗を立て続けに起こしている。この事件に関して、フランク・リノと彼が率いたメンバー、アルバート・パーキンス、マイルズ・オグレイの3人が、アラン・ピンカートンの息子ウィリアムに率いられた探偵団に逮捕されたものの、4月1日には脱獄を遂げている。1867年12月には、リのギャングによる2度目の列車強盗が起きた。ギャングのメンバー2人がシーモア車両基地にて列車を襲撃したのである。この際に強奪された金品$8,000相当がリの兄弟に渡された。続く3度目の列車強盗にリの兄弟は関わっていなかった。翌年7月10日、ギャングのメンバー6人がオハイオ・ミシシッピ鉄道の列車を襲撃した。しかし、この際にはピンカートン所属の探偵団の待ち伏せを受け、銃撃戦となった。何人かのメンバーが負傷した後、ギャングは退散した。1868年3月、シーモアの住民が、リのギャングの暗殺を目的に自警団を結成した。そのため、ギャングは西部へと逃れ、ハリソン郡の金庫から$14,000、翌日には、ミルズ郡の金庫から$12,000を強奪した。ピンカートン所属の探偵団は直ちに犯人を特定し、カウンシルブラフスにて逮捕した。しかし、4月1日には全員が脱獄してインディアナ州へと戻った。5月22日、4度目の列車強盗が起きた。12人のギャングがインディアナ州、スコット郡、マーシュフィールド鉄道基地からジェファーソンビルマジソンインディアナポリス鉄道の列車に乗り込んだ。列車が動き出すと、ギャングは機関士を脅して客車を切り離させスピードを上げるように強要した。貨物車に侵入すると速達便配達人として乗り込んでいたトーマス・ハーキンスを外へと投げ落とし金庫を破って金品$96,000相当を強奪した。この事件は全国的にも注目され主要紙でも報じられた。ピンカートン探偵社は容疑者の追跡を試みたがギャング一味はバラバラに分かれて中西部へと逃亡した。7月9日、ギャングは別の列車の襲撃を試みた。しかし計画が事前に漏れていたため、車内では10人のピンカートン所属探偵が待ち構えていた。ギャングが侵入した途端に銃撃戦が始まり、この中で2人のギャングが負傷した。ほぼ全員が退散したが、取り残されたボルニー・エリオットは減刑と引き換えに、他のメンバーについての証言を行った。事件翌日、ピンカートンの探偵らは、エリオットの証言を手がかりに、ロックポートにて2人のギャング、チャーリー・ローズベリーとセオドア・クリフトンを逮捕した。逮捕された3人は共に護送列車で刑務所に送られることとなった。しかし1868年7月20日、シーモアの町から3マイルほど離れた地点で、ジャクソン軍自警委員会を自称する覆面姿の集団によって3人のギャングは列車から降ろされ、首に縄をかけて近くの木に吊るされた。直後、ヘンリー・ジェレル、フランク・スパークス、ジョン・ムーアの3人がイリノイ州にて拘束され、シーモアへと送り返された。彼らも自警委員会によって同じ木に吊るされた。この木があった場所は、後にハングマンクロッシングとして知られることとなる。1868年7月27日、ピンカートン所属の探偵が、ビル・リノとシム・リノの2人をインディアナポリスにて逮捕した。彼らは、レキシントンにあった、スコット軍監獄にて投獄された。彼らはマーシュフィールド列車強盗に関して有罪判決を受けたが、自警団による襲撃が予想されたため、より警備体制の厳しいニューオールバニーのフロイド軍監獄に身柄を移された。移送の翌日には彼らをリンチしようとした自警団員が実際にスコット軍監獄へと侵入している。ギャングの頭目でもあったフランク・リノはメンバーのチャーリー・アンダーソンと共に国境の町であるカナダのオンタリオ州ウィンザーに潜伏していることが明らかになった。ウィリアム・スワード国務長官の助力もあり、彼ら2人はウェブスター・アッシュ条約のもと、10月になってからカナダを追放され、他の囚人と共に収監するため、フロイド軍監獄へと送られた。12月11日夜、頭巾をかぶり顔を隠した65人ほどの男が列車に乗って、ニューオールバニーに現れた。集団は4列になって駅からフロイド軍監獄へと行進し、0時を過ぎた頃、彼らは監獄と地元保安官の自宅に押し入った。監獄の鍵を渡すことを拒否した保安官は殴られた上に腕を打たれ、取り囲まれた保安官夫人が代わりに鍵を手渡した。最初に独房から引きずり出され、リンチにさらされたのはフランク・リノで、その後ビルとシムも続いた。12月12日4時30分頃には、チャーリー・アンダーソンが4人目の死者となった。噂されるところでは、これらのボートは、ヒーローのマスク協会、あるいは、ジャクソン軍自警委員会のメンバーであったという。一連のリンチに関連し、氏名を特定されたり起訴を受けた者はおらず、また公式な捜査も行われなかった。ニューオールバニー・ウィークリー・レジャーなどの地元紙は、裁きのリンチなる表現を用いて、事件を報じた。ニューオールバニーのリノー通りは、事件にちなんで命名されたと言われている。フランク・リノとチャーリー・アンダーソンは、厳密に言えば、リンチの時点でも、連邦政府の監督下にあった。この事件は、連邦政府管理下の囚人が裁判前に、ボートの手で殺害された唯一の事例だと考えられている。スワード国務長官は公式な謝罪声明を発表し、その後議会には送還された囚人の安全を確保するための法案が提出された。殺害されたリノ兄弟の3人はシーモア市立墓地に埋葬された。彼らがどこかに隠したと噂された財宝は長らくトレジャーハンターらの関心を集めていたものの、結局何も発見されなかった。フランク・スパークス、ありがとうございます。